それ実際に来るみたいなので試してみます。銀座6、地下通路に人が誰もいない。なんだろう、みかんビールすごい気になる。じゃじゃーん、ノースフェイス。全然知らなかったけど、ユニクロでなんかハワイのローカルのお店のグッズ、 T シャツ売ってるみたい。なんだろう、気になる。ドーバーストリート、なかなか目の保養になりました。何も買わないで。じゃじゃーん、やってきましたソニーパーク。あ、出ました、デカデカと。じゃじゃーん、ソニーのウォークマン、スポーツタイプ、ね、こっから下に降りるみたい。ウォークマン、インザパーク、行ってみます。じゃーん、ソニーパーク。なんかこれ4つスタンプ集めるとノベルティグッズがもらえるらしいので、チャレンジしたいと思います。じゃーん、スタンプまず1個ゲット。ノベルティはこのカセットテープがもらえるらしい。じゃーん、スタンプ2個目ゲット。ここにちょっとした T シャツが、銀座ソニーパークの T シャツが売ってる。スタンプ3つ目、よいしょ、 OK。ウォークマン、ポップアップストア、なんか買おうかな。よし、ノベルティこれでもらえるぞ。スタンプ4つ目、完成。バンドキットミーツテクノってなんだろう。あ、 MD だ。MD ウォークマンも持ってたな。ちょっと聞いてみようかな。どうやってやるの？スタート。わ、ちょうど覆いがかかってる。鏡の中のマリオね。懐かしいな。なんかMD ウォークマンってもっとシャリシャリしてた、高音がシャリシャリしてるようなイメージあるから、これはなんかすごいしっかりしてるな。何年くらいに出てきたやつなんだろう。年代は書いてない。固定されてるから動かせないんですよ。いいね、さすがソニー。街のノイズが嫌いでしょうがなかった。これは1997年、これはまだカセットテープかな。これ聞いてみよう。なんだこれ、これあれだ、パブリックエネミーだ。感じがする。妖怪だね。僕に新鮮な妖怪感が。フランスのとこは何もない。
虫がいた。あ、こういういろんな人のウォークマンにまつわるストーリーとともに、その年代のウォークマンが実際に聴けると、ウォークマンで聴けると、ダビングしまくった日、これがまた結構古いよね。80年代くらいかな。なんだろう、誰の音か分からないけど、なんかノイズミュージックというか、ミュージックコンペイトみたいな、よく分からないのかと思ってる。このボタンが斜めにデザインされてるのがかっこいい。 CD ウォークマンもあるんだね。せっかくだから見てみようか。これはコピーじゃなくてソニーのやつね。こういうのすごい、95、6年くらいのヒップホップファッションとともに流行りましたよね。なんかスティールビギンだっけ、わかんないけど、そういう渋谷のお店とかで洋服と一緒に売ってそう。聞いてみようかな。なんか中身は、中のカセットテープの中はめちゃめちゃパンクロックだった。なんかわかんないけど、スティープリトルフィンガーズみたいな、ロンドンナイトでかかってそうな、そういうやつ。あ、でもやっぱローファイの音が心地いい音楽と、ハイファイの方が心地いい音楽といろいろありますよね。パンクロックはね、こういうカセットテープで聴くといいかもしれない。はい、やったー、ノベルティゲットしました、はい、ありがとうございます。せっかく来たので、そのコンビニ行ってみたいと思います。このエコバッグがこの缶の中に入っていると、最初これジュースかと思ったら、そうじゃないですね、これの中に入っていると、はいはいはい、この中に T シャツがディスです。どうでもいいけど、これ中冷えてんのかな。あ、冷えてる。よしよし、名前はなんて言うんだい。はい、ということでウォークマンたくさん見てきました。いやー、面白かったな。バローバイの音もいいよね。ということで、久々の銀座、そろそろ帰ろうかな。よいしょ。はい、ということで、銀座から帰ってきて、今ね、お風呂に入ってさっぱりしたところなんですけど、ちょっと喉が渇いたんで、ウーロン茶いただきます。うまい。で、今日はね、銀座のソニーパークに行って、いろいろね、あのウォークマン40周年ということで、ウォークマンいろいろなやつを見てきたんですよ。でね、いくつかグッズをこう買ってしまったので、そういったところもたまには紹介してみたいなと思いまして、銀座、せっかくねソニーパーク初めて行ったので、お土産、自分用のお土産に銀座ソニーパークの T シャツ、これを買いました。いいでしょうか、シンプルでね、こんな感じ、銀座ソニーパーク。で、これと、あとは、これまあソニーパークっていうかね、同じ敷地内にあるコンビニっていうね、これ藤原宏がプロデュースしてたのかな、まあそういう系ですよね。これのね、コンビニで、こんなの買いましたよ。これ、じゃじゃん。ピント合うとか合わないとかどうかな。これ、ピント切れるかな。
これね、何かというと、よいしょ、エコバッグなんですよ。で、ここはね、カシャって開けるじゃなくて、こうひねって開けるみたい。店員さんが説明してくれたんだけど、ね、そうすると、こんな感じでエコバッグが出てきますと。これね、この袋と全く同じデザインのエコバッグですね。ほら、こんな感じ。当時スーパーに行った時はレジ袋を使わないでこれに入れてもらうと、ね、こういうの買いました。あとはね、買ったものじゃないんですけど、これね、今日のね、ソニーパークで、ここにあるね、スタンプラリー、ラリーじゃないかな、あのスタンプラリーか、スタンプ4つ集めると、ノベルティグッズがもらえるよということでね、このね、スタンプ4つ集めて、このノベルティグッズをゲットしました。じゃじゃん。これがね、最初メモ帳かなと思ったんだけど、中開けてみると、結構良くて、歴代のね、ウォークマンがね、こう、ずらーっと載ってるんですよ。見えるかな、これ。あ、見えないか。ずらーって。ちょっと不器用だから分かんないんだけど、こう見えてます。こういう感じ。こういう感じ。これね、どんどんあの過去遡って、まあ、初代のウォークマンから、最近のね、最近もうないのかな。MD とかデジタル式のウォークマンまでね、過去の40年間のウォークマンが全部こうアーカイブされてるっていうね。これすごいですよね。いやー、いいですよね、これ。本当に。あ、これあったなーとかね。こんなのもあるんだとかね、いろいろな発見があります。で、僕がね、最初にウォークマンを聞いたのは、いとこがウォークマン持ってて、で、お前これ聞いてみろって言われて、耳でね、こうさっとこうヘッドホンつけさせられて、で、その時にね、かかってた音楽が今でも忘れないんですけど、パーソンズっていうね、女性のロックバンドで、ね、これがね、めちゃめちゃかっこよくて、そのウォークマンで初めて聞いた時のパーソンズっていうのは未だにね、まあ、脳裏に焼き付いていると言いますか、未だにこう深く印象に残ってますよね。なんていうか、耳で聞いてるんだけれども、耳で聞くというより もう脳みそに直接音楽が響いてくるような、そういう衝撃を受けました。まあ、そんなこともね、思い出しながら今日このウォークマン40年アニバーサリーこうイベントに行ってきましたと。あ、そう、せっかくソニーパーク行ったのにソニーのカメラじゃなかったな。せっかくだからソニーのカメラ持っていけばよかった。まあ、そういうのはまた次の機会ということで。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。乾杯。